こんにちは、吉田さん。お金があると確かに腹は立たなくなるかなと思いますよね。まあそう考えたら、私みたいなちっちゃい人間はですね、お金があるないに左右されて感情が動くようなどうしようもないやつなんだなというふうな気がしますけども、まあでもね、現実私はお金がない時は別に何もなかったか、私お金がない時でも別になんか恨みとかつらみとかなかったですね。妬みとか嫉妬なかったですね。なくても楽しいぞこの野郎と思ってましたね。でも通常お金がないと選択肢がその狭まるわけですから、やっぱりなんかね、じくじたるものがあったんじゃないかなと思います。誰か金持ちが溜め込んでるからこっちに回ってこないとかね、庶民は全然切り捨てていくのか権力者はとか思ったりとかしたんじゃないかなと思いますよね。私はお金がなくても全然へっちゃらで生きてたんで、その感情に関しましては吉谷さん、あんまり私の言葉は参考にならないですね。ただね、やっぱりね、お金がない時は多分いろんなものが本当か嘘か白黒つけたいなっていう気持ちがすごく強かったと思います。でちょっとした矛盾をね暴いて、ほらねみたいな感じでやりたくなってたかなと思いますね。そういう意味でも討論番組とか結構好きで、そういった討論の音声をよくね聞いてたような気がします。どうやって人を言いまかしてやろうかなみたいなね。でも目の前の人を言いまかしても自分の人生負けっぱなしだったら全然面白くないんで、それだったらね、誰一人言いまかせないけども自分の人生は言いまかされてないぞってね、任されてないぞみたいな方がいいかなと思いましてね、今に至るわけですけども、やっぱね、今は誰にも腹が立たないですね。なんかいろんなアンチ的なことをやられても、足引っ張られても腹が立たないですね。なぜなら私の暮らしそんなにね左右されないんですよね、その感情に。今ビジネスの色合いがちょっと薄くなってきて、今投資でやってますからね。だからなんか誰かに商品売ってっていう瞬間がないんで、人の感情をいっぱい動かそうと思わないんですよね。であ、ジュースの件ね、私もね、キリンジュース、キリンの自動販売機に行くとスマホで LINE 決済するんですよ。便利ですよね、シャリーンって出てきて、で、お水飲みながらまた散歩を続けるんですけどね、あれ便利ですね。お金使わなくていいっていうのは、小銭入れとか持ち歩かなくていいんで、スマホ1個じゃないですか。でスマホを持ち歩かずに小銭入れを持ち歩くってことはあんまりないんですけども、小銭入れは持ってないけどスマホ持っていくよみたいなね、スマホは絶対持ってるんで、その中にやっぱり決済の方法が入ってるといいかなと思いますんで、もう現金を使うチャンスがもうなくなりましたね。ペイペイで払うか、なんかキャッシュレス決済するか、本当に現金を払うところにはもう行ってないような感じですね。まあ夜店ぐらいじゃないですか。夜店もないんでますます使わないですけども、でお金があるとお金がないっていうことを二分すると、私ね、お金がある状態ってのはどういうことかっていうと、誰かがお金を払ったってことですよね。で嫌いな人に人はお金払わないと思うんですよ。払った後で嫌いになることあると思いますけども、嫌いな人にはいどうぞってねお金払わないし、嫌いな人から商品買わないと思うんですよ。ですんでお金があるってことは、まあね、全部じゃないかもしれませんけども、まあまあ払った人は少なくとも私のことが嫌いではないんだろうなっていうふうには思います。である人がこういうふうに言ったんですよ。今日世の中の人から受け取ったお金は自分自身の通信簿っていうやつなんですよね。特にビジネスをやってる人がお金をいただけないってことは、あなたのビジネス失格よって言われてることなんで、人格でも商品でも他のことでも見直さないといけないと。やっぱりいい点数がもらえるように、点数ってのは要するに金額ですけどね、もらえるように振る舞っていかないといけないよって、平成点大事だよってことを言ってましたね。確かにそれはあるなと思いました。お金がどうしてないのかっていうと、誰も自分にお金を払おうと思わないからなんですよね。あんなやつに金払ってたまるかって思われてるのかもしれませんし、それこそね、小さな金額すら貸してくれないのかもしれません。でもそれはそういうふうに見えている自分が作り出しているんですよね。だからこの人はこの人に頼まれちゃ断れないなみたいな関係を作っておくっていうのはすごく普段から大事だし、何も言わなくてもお困りでしょう、これお役立てくださいみたいな感じでね、こそっとお金なりお中元みたいなのを送ってくるような、そんな関係ができるといいかなと思いますね。やっぱりこう嫌われるようなことをしていたら、人に嫌われ、人に嫌われるってことはお金は人からもたらされますから、お金は絶対入ってこないなと思うんですよ。まあそれでね、私ね、もう世の中に溢れてる情報が嘘か本当かとかもうどうでもよくなってきましたね。
結局は嘘かもしれないし本当かもしれないけども、自分の選択で決定したことが、まあ、どうなるかじゃないですか。あの本当っていう裏付けがないと行動できないってことになると、多分その裏付けをするだけで一生終わっちゃうと思うんですよ。ある程度これはフェイクかもしれないなとかね、誤情報かもしれないな、でもまあ行ってみようと、まあまあ信頼できるだろうって感じでいくと思うんですよ。例えば国のことを信頼してる人でも銀行の金利っていうのはね、多分信頼して預けてると思うんですよ、少ないながら。でもオリンピックのこととか森友事件とか、国がなんか隠してるんじゃないかなっていう思いは消えてないと思うんですよね。だから国を信頼本当にしてるんですか、全部じゃないですよね、 100% じゃないですよね。やっぱりある事柄に関しては信じたり信じなかったり、国に対してもそうだし、人に対してもそうだし、会社に対してもそうだし、お互いにそうなんじゃないかなと思いますよね。はい、ということなんでね、まあ何ですかね、タイトル思いつかないや、いってらっしゃい。